うどん中のムイビュー。神奈川県横浜市。あざみ野駅前。競輪さんにやってきました。まさに駅前で便利です。40平方の和室や個室も揃っているようです。宴会をするのに便利ですね。メニューが多そうです。定食もありますね。店舗は2階。豚角煮焼きご飯っていうのがあります。定食はスープ、ライスの代わりができるようです。入店します。ステーションビューです。綺麗な店内で奥には個室があるようです。定食はお得っぽいですね。おつまみ用の単品メニュー。定食は何でもありますね。これだな。豚角煮入り焼きご飯。変わったメニューが多くって目移りしちゃいます。なんと230はチャーハン、ラーメン、餃子セット。うーわ、まだまだメニューが分厚い。早送り。料理の番号が三白番台になっちゃいました。できない料理がないくらい種類が多いですね。チャーハンもあるんですが、焼きご飯が気になります。何回か出てきた豚角煮入り焼きご飯の大盛りにしました。メニューの写真通り角煮がゴロゴロ。うわ、卵、ネギ、角煮チャーシュー、青菜、人参。卵は小さくなるまで炒められていて、人参は細長く切られています。青菜はザクッと切られています。あ
油もしっかり使って、強力な火力で炒められているんでしょうね。ご飯がカラカラで、野菜がシャキシャキしていそうです。本格中華的な感じが伝わってきます。美しい琥珀色のスープ、餃子がやってきました。少し不揃いな形で手作り感があります。餃子の皮の厚さは普通、うまく蒸し焼きされているようです。いただきます。餃子のタレ作り、まずはスープから。万能ネギが入っているのは珍しいですね。うまーい。醤油ベースの安心の味、思ったよりも和風な味付けなんでしょうか。さて、豚角煮入り焼きご飯です。カラカラです。うわ、うま、なにこれ、単なる塩コショウ味じゃない。豚角煮の八角の香りが効いているんだと思います。ブロック状の豚角煮はほろほろとほぐれていきます。そんでもってご飯の中から豚角煮が次々と出てきます。ご飯の上に豚角煮を乗せて盛り付けると豪華に見えるんですが、そのあたりは無頓着なのかもしれません。これはうまい。にぎりん。豚角煮の甘辛い醤油味がいいアクセント。これは当たりですね。青菜のシャキシャキ感もいい感じ。思わず食べ続けたくなっちゃいますが、続いて餃子、中華系の調理人の方のお店は肉餃子が多いんですが、見た目は野菜多めのような気もします。さて、どちらでしょうか。ニラが覗いて見えますね。うまーい。
講座でした。少し肉汁もあります。パンは細かめで、下味は控えめ。ひだの折り目が大きいですね。タレをつけてみます。そのままでもいいですが、タレをつけた方がいいかも。お肉の味が引き立ちます。こんなに気軽に本格中華が食べられるとはラッキーですね。それにしてもチャーハンの具が多い。ケイリンさんは昭和57年頃の創業で約40年の歴史とのこと。当時のあざみ野駅周辺はまさに田園地帯だったそうです。お父さんが奥の厨房で調理をして、お母さんがホール担当というスタイル。家族連れのお客さんや団体さんも来店されています。昔からのお店は減ってしまったそうですが、大人数でも深夜まで楽しめる貴重なお店のようです。あざみ野駅前のシンボル的になっているので、これからも長く続けてもらいたいですね。かなり量がありました。残るはスープ。ごちそうさまでした。